どうも、ストックさんのニキです。本日は急遽社長の岩野さんをお呼びしたんですけど、この間ゴールデンウィーク中に今の社長の岩野さんと現取締役で創業者の株元さんの対談が7本くらい連続で上がってたと思うんですけど、はい、それ全部拝見させていただきました。だいぶ長かったですね、はい、それ見てずっと岩野さんと4年ちょっとお仕事させていただいてる、ね、自分からも追加の質問というか20個ぐらいあったので全部書き出してこの機会に全部聞いていこうという企画です。ストックさんちょっと知ってるだったりとか、ストックさんの内部の人もそうなんですけど、ストックさん外の人で普段このチャンネルを見てくださってる方も疑問に思う点も中にはあるかなというふうに思うんで、そういう人たちの声も聞いていこうと思います。急すぎて心臓がドキドキしてます。重い質問あります？ ありますね。あるかついでに発注者側からの質問だったりとか、内部に自分いるんですけど、それでもここってどういう感じの柚奈さん的な考えがあるんかっていうところとか、そういったところも含めて聞いていければと思います。どうぞ。本日大きく4項目ありまして、まずストックさんの組織っていうところ、業務委託組織でちょっと特殊だとは思うので、そこを普通の会社員だったりとか経営されてる方からしたら純粋な疑問だったりとかも結構あると思うんで、そこをちょっと代弁して聞いていこうっていうところと、コンサルティングの実務のところだったりとか、この YouTube チャンネルに関わること、他のなんか集客施策に関わるところ、大きく4つの項目で聞いていければと思います。はい、重いな。で20個ぐらいですか？数的には20個。あ、ちょっと分けるかもしれない。今回は組織めっちゃ重要なとこ。最初から結構重めの質問であるんですけど、はい、業務委託組織のいいところってこれまで YouTube チャンネルでもいろいろと発信してきたと思うんですけど、逆に、まあ、岩野さんが考える業務委託組織の悪いところってどういうところかなと思ってるのかっていう、そこをちょっとお聞きしたいです。うちのね、品質向上を司る大臣の川口さんいるじゃないですか。喋ったんですけどないんですよ。ないんですか？喋ってるの見たじゃないですか。見ましたけど、最近になって思うのは、実はうちも4月から正社員が3名ね、さんも含めてなんで、実は入ってくれまして、はい、これっていうのは社内の中枢のデータを扱うところ、はい、要は 100% 自社のことにマインドシェアを持ってる人がやるべきような仕事っていうのは中にいてほしいな、うん、みたいなのはちょっと思うようになったっていう風な経緯がありますよね。例えばニキさんで言うと、ストックさんに問い合わせいただくようなリードの数だったりとか、それが何件受注してて、どんくらい継続しているのかっていうところをローデータとして全部持ってる形じゃないですか。それってセキュリティ面にもやっぱり関係すると思いますし、そこはやっぱり中の人っていう形で持っておいてほしいなっていうのもありますし、やっぱり守りのバックオフィス面の経理のマネージャーだったり、ホームのマネージャーっていう方が入ってくれたじゃないですか。そこの部分はもう当然秘匿性っていう部分を含めてですね、 100% マインドシェアを持ってくれてる人がやってくれた方が安心だなっていうところありますよね。一般の会社とちょっと違うなっていうのは、語弊を恐れずに言うと、やりがい搾取みたいな発想だったりとか、労働力をフルで使ってほしいっていう考えというよりかは、マインドを 100% ここに向けてくれると 120% の力が出るよなっていう風な、そういう感覚で社員かどうかっていうのを判断したいなって思う。一方で、例えばアフィリエイトメディアで自分のメディア1個しか見ませんみたいなので 120% 出せそうだなって思う反面で、知見の溜まり具合っていろんな案件見てる方が溜まったりするじゃないですか。だからそこに対してコンサルを入れるみたいなのって外部での方がよくねみたいな、その担当者1人に意見が閉じてるみたいな状況ってあんまり良くないんじゃない、やるとしたらそこに対して競争環境を持たせて、自ら主体的に外に情報を取りに行くみたいな、そういう環境を作るのが今後のウェブマーケティング会社においては求められるのかなとか、ちょっとうっすら思ってたりします。改めてまとめると、その 120% の力が出せるような職域っていうのは社員にすべきなんだろうなっていう考え方ですかね。自分も今集客のところに関わらせていただくようになって、確かに今もうほぼほぼフルコミットですけど、昔3割4割とかのコミットの時と比べて、もう年がら年中頭の中でその集客のことを考えるようになるとか、そういう時に突飛な施策だったりとか、これ良くないみたいな、そういうのが思い浮かぶようにはなるんで、そうまさに今おっしゃっていた 120% のところっていうのはそういうところに現れるかなって今感じました。そうそう、だから自分としてもそれを感じるんですよね。一業務委託パートナーとして過ごしていたプレイヤー時代っていうところから実際に代表交代して本当に 100% コミットしてるんで、その時と行動の量が変わり、量が変わると質が変わるっていう風な好循環が24時間365日生まれているっていう感覚ですね。その感覚に陥る必要がないような、そういう職域に関しては全然外注で余裕でいいと思ってる。
ので、うん、業務委託組織の悪いところは、はい、言うと結局ハイブリッドにしたら、はい、いいところなくなるよってなるほどです。だからうちがもうすでに業務委託オンリーっていう形式ではもうなくなっちゃったので、代表交代した時点で役員3名っていうのも、はい、おかしな話なんですよ、はい、そこは結構いい組織だなって自信持っているかなっていう、はい、わかりました、ありがとうございます、うん、1問目だけでこんな2時間を取ってしまって、はい、2時間ぐらいになりそうです、ね、続いて今の話に関連するんですけど、実際認定パートナーと呼ばれるような弊社に所属してくださってるコンサルタントの方々は基本全員業務委託になるじゃないですか、はい、でただまあその人たちがコンサルティングの時にお客様に対峙してコンサルティングをご提供するっていうところで会社の重要人材じゃないですか。そういう方たちの求心力だったりとか、業務委託組織だけどある種会社みたいな結束力みたいな、そういったところを高める工夫だったりとかって何か意識されてる部分はあったりしますかね。やっぱり立派なビジネスマンさんたちなので、当然ロマンとソロバンの中で言うと両方抑えないといけないよねっていうのはめっちゃ意識してますね、うん、僕ら言うたらなんかフランチャイザーみたいな組織体系だと思っているので、ザーが G に対してギブできるようなことっていうのを惜しみなくギブしていくっていう、そういう精神っていうのを掛け合わさるべきかなと思ってて、具体的にソロバンの部分で言うと受託業じゃないですか。で言うともう完全に営業と採用なんですよ。営業と採用をいかに定量的にご提供できるのかっていうところですかね、うん、ロマンのところで言うと一社だけだと達成できないような目標っていうのを設定したりとか、はい、あるいはこれもソロバンに入るかもしれないですけど、インセンティブ設計を工夫したりとか、うん、みんなで甲子園を目指してる感じみたいなのは、うん、すごく張りが出たっておっしゃっていただけるような認定パートナーさんは代表交代をなんかちょくちょく話してくれたりはするの でやっぱ僕自身もそうでしたし、甲子園を作るっていう作業、それが億劫な人っていうのはやっぱりいたりとか、目の前の案件に集中してそこに対して全力投球するっていうマインドの方ばっかりなので、逆に組織としての結構でっかい目標みたいなのを掲げると、それに向かってもちょっと頑張れて張りが出るわみたいな感じで持ってくれてる人はいるんじゃないですかね、うん、確かに新しくストックさんに参画してくださる認定パートナーの方も、もともとも寂しかったとか切磋琢磨し合える仲間が欲しかったみたいなのを応募のフォームの時に書いてくださってる方とかもいらっしゃったり、うんうんね、知見が欲しい、金はいらねえみたいな、張りが欲しいみたいな人がいっちゃいますよね、はい、だから最初に言った通りで方程式みたいな感じで言うと、ロマン×ソロマン×ギブの精神みたいなのが僕の中の方程式ですね、うん、ありがとうございます。続いてなんですけど、対談の中で話されていた内容に関連することで、岩野さんがガンガンを事業計画にコミットしていく役目で、株本さんが裏でフォローする役目みたいなのを聞いて、お父さんとお母さんみたいな感じには思ってたんですけど、今株本さんの中では考えがあってもともと動かれてて、それって岩野さんの中でももともとそういう役割分担みたいなところって意識されてたのかどうかだったりとか、あと意図的にこれはちょっと株本さんに頼るというか、そういうことって今まで代表交代してから2年間ですかね、なんかされてたりしましたか。お父さんお母さんという感覚はまずありませんでした。ニキさんどう思うかちょっと知りたいんですけど、はい、僕はないと思ってるんですけど、なんか若干サイコパス味があるみたいな言われるんですけどどうですか実際。自分的には結構岩野さん人間味ある人だなと思ってたのと、あと自分がもともと株本さんと遠い距離にいたので、 YouTube だったりとかのキャラみたいなところをそんな感じなんかなみたいな感じで見ていたので、どっちかというとサイコパスは株本さんなんじゃないかっていう感じでやっぱ言いました。自分も明らかに岩野さんに近い方の人材だったので、流派によるよね。原さんとかニキさんとかってがっつり01の時に一緒に付き合ってて、個別具体的な話で言うと全ての案件のスレに同席していて、うん、ミーティングもほぼほぼ全部出てて、週に1回顔合わさなかった月ないっすね。ちょっと離れちゃうと物言いはちょっと関西弁で強いから、確かに誤解を与えてると思いますストックさんの中でも岩野さんへの近さ遠さみたいなところで印象変わるっていう新たな気づきかもしれないですね、うん、そこなので、はい、前半の質問で言うと役割分担で言うと事業的な 2B の部分は私の方で、うんうん、コーポレートの部分と 2C の部分は株主さんでっていう、完全にそこで切り分けられてるのは美しいなとか思ってたぐらいです、ね、干渉しないというか、気づいたらもちろん言いますけど基本的に干渉しないっていう、それぞれの責任でおそらくやってくれるんだろうなっていう信頼があるから、あんまり口出さないのがあって気持ちいいとは思ってますね。さっきの意識して質問していることで言うと、やっぱり僕がオペレーションエクセレンスってよく言ってるんですけど、細部まで緻密にちゃんとやりきろうぜっていうのが得意なタイプなんで、そこに関しては圧倒的な自信の下でゴリゴリ推進していくんですよね。その結果出た緻密なデータに基づく示唆だったりとかって超自信を持って意思決定できるんですけど、これはまだ運の中で 40% ぐらいの成功角度だなっていう、ジャスト
アイデアベースの話が出た時とかはすぐにサポートに相談するっていう、うん、徹底してますね。これどう思うみたいな話結構するじゃないですか。それはそういう意思決定です。だから 70% 勝てるって思ってたらこれやろうと思うんだけどどういいみたいなその物言いになって 40% やったらこれこういう風に進めようと思ってんだけどどう思うみたいな活用方法です。ありがとうございます。続いてなんですけど、先ほどもあったんですけど認定パートナーに関する話で、ありがたいことに認定パートナーになって活躍したいですみたいな方は10件以上応募来たりするじゃないですか。とはいえ応募来てる割に認定パートナーの数そんなに増えてないなと思ってて、大半が要は落ちてるってことだと思うんですけど、落選理由のトップ3もし言えるものあれば教えてほしいですね。まず一番多いので言うと圧倒的にコミュニケーションスキルかなって思いますね。テキストおよびバーバル両方ですけど、品質ガイドラインを基本の木の字のところも守れてない人がかなり多いんですよね。こんだけ大手を出てようがそこできひんねやっていう違和感からスタートして、やっぱり喋ってても認定パートナーさんとの面談の中でよく聞く質問ベスト2が、今までで一番すごいと思う自慢できる実績について詳細に教えてくださいみたいな話と、逆に失敗したなって思ってプロジェクトの詳細とその時のリカバリー方法みたいなの教えてくださいって言っても、特に後者に関して言い訳がましい返答があったりとかしたら別に認めたらいいのにみたいな、そういう違和感みたいなのがコミュニケーションを受ける違和感ですね。それが 1、2 かもしれないです。1が会社員の時に学んどいてくださいっていうことができてない、やっぱり僕目についちゃうタイプなんですよね。で2つ目が実績のいかに関わらず語る時の態度みたいなところですかね。それお客さんにもやるちょっと不誠実だなって思っちゃうタイプなんで、その上が本当にすごい人なんだったとしてももしかしたら落としちゃってるかもしれない。あと3つ目はこれ言ったら怒られるかもしれないですけど、僕の大好きなちょっと人相ですね。態度とやっぱ近いんですけど、やっぱ違和感あるじゃないですか人間同士なんで。どうしてもこの部分もうちょい言語化しないとなって今言いながら反省したんですよ、うん、そこですかね。やりきってくれる責任感があるのかどうかだったりとか、前職こんなに転々としてる理由って何ですかみたいな話とかは、うん、中途採用の面談と一緒の感覚ではあるかもしれないですね。僕は基本的に過去の何かを自分の人生から捨て去って新たに挑戦するときに一切過去の経験を除外するみたいな発想の人はあんまり好きじゃないです、うん、大学デビューとか社会人デビューとか金持った瞬間に人が変わるとか一番嫌いなんですよ。あと昔からの友人がいないとかすごい嫌いで、人間性をちょっと見ちゃってます、うん、改めて採用と言ったらおこがましいですけど、判断基準みたいなのは言語化しないとなと思っちゃったんですけど、当然なんか前提として実績は見るんですけど、あと隠れトップ4があってめっちゃいいなと思ったけれども、さっきのどういう風にいい組織だなと思ってもらうかっていうのと共通してて、その人の職域に対してこっちから提供できるバリューがあるのかどうかっていうのをまずいちゃうケースっていうのがあったりします。例えば、はい、AI を用いた DX 支援みたいなところが得意な人がいて、超絶すごい人が実際いたんですよ。その人も認定パートナーになりませんかっていう風に言うわけではないんですよね。なぜかというと案件の提供だったりとか人材の提供っていうのは現状で言うと難しい領域なんで、ちょっと待ってもらえますかみたいな。で待ってもらってる人は何人かいるんです。それが複数人いるって感じですか、ね、なんでお互いにいい関係になれない、一旦ギブしたりとか一旦案件しないと認定パートナーとして採用できないっていう枷があるんで、厳格なルールがある。そこは守るためにすでに需要があるだったりとか、認定パートナーの方でニーズがあるような案件じゃないときついっていうところがありますね。それ今まで話したことないかもしれない。あと隠れ5つ目が、前年収チャンネルで出してるランキング動画かなんかで話したんですけど、僕はもともとウェブ制作のプレイヤーなので、ウェブ制作が得意ですって言ってる人に対して尋常じゃないぐらい厳しい。なのでウェブ制作のパートナーが枯渇するそこで初めて当選したのが西野さんなんです。ソフトスキルも含めて所作だったりとかお客さんを勝たせるっていうマインドだったりとかしっかり持ってるんで、はい、本当に良かったな。制作の人っぽくないですよね。っぽくないですね。それ結局そうなっちゃうんですよ確かに今のコミュニケーションのところだったり人相みたいなところに寄った感じにはなってますね。ウェブ制作が得意ですって言ってる人で本当に制作だけ得意だったら逆にコンサルタントにできないっていう制作があるんです。事業全体のこと俯瞰してみてビジネスモデルのことも理解し、マーケティングのこと全体的に分かって、その中の一つの施策がウェブ制作でしょっていうやり方で僕はプレイヤー時代やってたんで、そこを分かんなくてどうやってウェブ制作分かるんですかということを言ってちゃうんですよね、はい、やっぱ、はい、ウェブ制作畑で活躍していた人としては、はい、それはネックスだから僕を面接官から外すべきです、はい、ありがとうございます。今出たような気もしますけど、はい、今のストックさんに足りないピース、人材像みたいなところもし挙げるとしたら、ここの分野ソリューションのところ足りないみたいなのでもいいし、ソフトスキル持ってる人足りないだったりとか、こういうマインド意識みたいなところ持ってる人足りないとかでもいいんですけど、ソフトスキルはね必要条件なんですよね。
ね。だからそれ除外する。でさっき言った通り正直ベースで言うとソリューションカットで言うとウェブ制作の部分は当然リソース自体はいっぱいあるんですけど、ちゃんとコンサルとしての佇まいを持ってできる人っていうのが比較的需要が大きいのに需要がちょっと不足してるなっていう感覚があるんでっていうところですかね。あとは採用の部分があるかもしれないですね。採用のもう本当に上流の部分、業計画からかけるっていう部分とって外部 CHO みたいに入っていくんで、そこの部分の人材っていうのはまだまだ欲しいなっていうふうに思ってたりはしますっていうところと、あと一人惜しかったんですけど、いわゆるストプラって言われる、ストラテジックプランって言われる総合広告代理店で活躍するような人っていうのがピースとして入ってきてくれるとめちゃくちゃ厚みが増すなっていう、一個風格上がるんじゃないかなって本当に正直ベースで言うと思ってます。今までも何人かいてらっしゃったんですけど、それも季節性要因があるんですよね。相談がある時もあればそんなに多くはないんで、現状で言うと、はいはい、そういう人材いるかもしれないけど、うちが採用しにくいだけかもしれないっていうようなところではある。そうですね。なんでそういう方々っていうのはいつでも出るかもっていうのが現状ですね。わかりました、ありがとうございます。ここからは面白いテーマというか、言葉選ばず言うと株元さんもしくは伊予野さんがいなくなったら会社はどうなるかみたいなのを聞きたいっていう人が、まあ社内にいて、それについてお伺いしたいです。現状いなくなったら地にやばいんじゃないですか現状で言うとね。だからそれを解消するためにいろいろ施策を打ってるわけなんで、極論ね、エマエージェントの藤田さんがサクッていなくなったら結構やばそうじゃん。それに向けて整えたりしてますもんね、うん、でもどちらかというと株元か伊予野か、どっちがいなくなるのがまずいかっていうと、まだまだ株元だと思いますよ。やっぱ認知の資産っていうのをうまく活用して成り立っている企業体ではあると思う。でむしろ僕の方がオペレーション型なんで、オペレーション整えていて、それこそ2期さんとかで十分に賄える部分ってできてると思うんですよね。答えでいいですかね。はい、大丈夫です。今2代目の社長っていうところで、もともと株元さんが01のところが得意なタイプ、このフェーズ終わったから株元さんは岩野さんに10から100が得意な岩野さんに代表交代されたと思うんですけど、この後のフェーズ3代目社長の交代とかって考えてるのかだったりとか、するとしたらどのタイミングになるのかみたいなところ、答えられる範囲で教えてほしいです。今聞いちゃっていいのあるかないかで言うと確実にあるんでしょうね。1から2に行けたということは2から3も可能っていう話なんですよね、原理的に。それがまずずれてるかもしれないですけど答え方ですと。でその上で例えば僕的な観点で1個自慢と1個前例の話をしたいんですけど、自慢で言うと01から10っていう話よく分断して言いますけど、結局10、100でもね、相当ビジネスモデルが固まってない限りは01って何個もあるんですよ。新しくこれ挑戦しようぜっていうプロジェクトって何個もあるわけですから。だから明確にパッツリ切れるわけではないところは強く言いたいなと思っていて、僕が80しかできないわけじゃないんですよ。僕の01の感覚とかが多少あるから成り立ってるなっていうふうに思うんで、なかなか見つかんないんじゃないですか。そんな簡単にできるもんじゃねえわっていうにはやってて思います。っていうのと、その前提として例えばソフトバンク、ユニクロ、はい、日本電産がそうなんですけど、一回社長交代してまた初代戻ってるんですよ。これって結構面白い示唆だなと思っていて、業者がまたカムバックするのが今の日本の代表的な企業なんですよね。っていうのを考えると株元さんなんかカムバックとかももしかしたらあるかもしれないですね。面白いですね。だから加速度的に成長したいってなった時に株元がなんかやる気スイッチが入ってあることはもしかしたらあるかもしれない。まあ誰にもわかんないです。わかりました、ありがとうございます。これで組織編のご質問は以上になります、はい、続いてコンサルティングの実務のところだったりとか YouTube チャンネルのところに関する質問はまた次回というところで、一旦この回終わりにします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。